ではこちらの論文を紹介します。この論文は、中国語のスペルエラーの訂正を行うタスクです。通常のシークエンス・トゥ・シークエンスモデルとポインターネットワークを組み合わせた、生成手法を使って、でさらに、その生成時にコンフュージョンセット、類似する文字の、セットを、参考にすることで、性能を大きく向上させました。でまずはこのタスクについての紹介をします。で中国語はの、特徴をまず言うと、ご存知の通り単語の区切りがないということと、英語の、アルファベット26文字に対して中国語は1万3000ぐらいの、文字数があって、それぞれの文字は、意味を持つ、英語の表音文字ではなく、表意文字であるということがあります。で発音、なんか文字に対して発音があるんですが、発音や形が似ているような、漢字は、スペルエラーが、頻繁に生じるということがあって、この下の図表では、形が類似している間違いとか、発音が同じで間違えているような、エラーを示しています。で中国語の、スペリングチェッキングタスクは、シェアドタスクが、開催されていて、多くの研究者が研究に取り組んでいます。シグハンの2013、2014、2015とシェアタスクが開催されて、それに伴って、データセットが公開されたり、その評価みんなの、評価を揃えるようなプラットフォームが提供されていて、かなり研究が盛んに行われています。でさっきも言ったように中国語には発音や形が似ている漢字が多く存在していて、誤りの統計データから、そのエラーのうち 83% は発音が類似しているエラーで、そのうち 48% は、形が類似しているようなエラーが、起こっているということが確認されています。でその中で、コンフュージョンセットは形や発音が似ている、漢字のセットっていうのはとっても重要になっていきます。でこの研究ではすでに公開されているコンフュージョンセットを使用しています。でそれらはこの GitHub に全部公開されています。でモデルです。で、左側まず見ると、普通のエンコーダーデコーダーモデルです。で下側がエンコーダーで BILSTM を使ってて、上側はデコーダーで単方向 LSTM でアテンション付きになってて、普通に、順番に文字を出力していくっていうモデルです。でその出力する時の、詳しい、内訳が右側で、一つの単語を出力するときに、ヒデンステートから、二手に分かれていて、左側が、ポインターネットワークにあたるその入力単語の分布から、入力単語からそのどれだけコピーするかの確率を分布にしたもの で右側が、普通のデコーダーの、出力分布になります。で、最初はそのコピー分布を見て、一番右の確率が一番高い、右側の状態なら、ジェネレートで単語を出力する、でもしそうでないなら、入力からコピーして出力をするみたいなことをしています。でジェネレートするときに、ボキャブラリーの分布から、一番高い確率の高いのを出力するんですけど、その前に、コンフュージョンセットマトリックス M っていう、その一つの文字に対して、コンフュージョンセットに含まれているか含まれてないかを01で、表したものをかけてあげると、そのコンフュージョンセットに含まれている、漢字だけ、出力されるようになるので、ここで、強制的に類似した文字しか出さないという制限を加えています。でその他の設定として、入力は文字レベルで、入力の文字数と、出力の文字数が、全く同じになるように設定しています。であとポジションエンベディングも入力に加えているそうです。
データセットです。プレインデータのシグハンっていうのが、そのシェアタスクで公開されたデータセットで、かなり数は少ないので、この WANG2018 の、データセットが、大きな割合を占めています。で、ここで言ってるデータセットは、擬似的に生成したデータセットのことで、詳細はこの論文に書いてあるんですけど、まず形の、類似データに関しては文字を画像として扱って一部をこうマスクして、わざと近しい感じに間違えさせるということをして生成する。で、次はその音発音が一緒の、感じに対しては、音声データに、ノイズを加えてあげて、近しい音の感じを、あえて間違えたやつを出してあげるみたいなことをして擬似データを作っているそうです。で、結果です。で、4つモデル比較してて、 LMC っていうのが、ランゲージモデルベース、文の言語モデル確率が高くなるようにその文字を選択するっていうことをしてて、SL はシークエンスラベリングの手法です。で、Hours マイナス、Hours プラスが今回提案書で、マイナスがコンフュージョンセット使わない場合で、プラスがコンフュージョンセット使った場合で、Hours プラスが一番高いんですけど、コンフュージョンセットを使うことでかなり精度が上がっていることが分かります。コンクルージョンです。今回は中国語のスペリングエラータスクを取り組んでいます。シーケンスとシーケンスモデルとポインターネットワークを組み合わせて、さらに生成時にコンフュージョンセットを活用することで性能が大きく向上して、このタスクではステートオブジェアートを達成しています。以上です。